日もお疲れ様です11月14月朝6時の相場解説になりますえっ、ー、とね昨晩はちょっとした事件がありましたちょっと後でお話しますけどもねご覧のように日足を見ていただくとずっと赤い陽線が並んでいますで移動平均線も順調に上の方に向かってますよねで、えー、ここで乖離したものもくっついてきてまた反発して上昇という流れを作ってますんで上昇トレンドはまあ変わりないかなというところです ただ移動平均線とローソク足の帰りっていうのがかなり離れてきましたよねこれ昨日もお話したと思いますけども移動平均線とこのローソク足の関係っていうのはローソク足が移動平均線の真ん中のね中期に絡むと反発して上昇するっていうのが一つの目安になりますけども帰りがどこまで広がると帰ってくるのかってことは上の方にはねちょっとポイントになるところが何にもないんでこれ分かりにくいんですよねとってもね まあ一つ帰りが逆転するものとして、ここがあるかなと思いますけども、これもそんな当てにならないんですよね。まあですんで、帰りがどこまで行ったら、あの、また移動平均線の方向に戻ってくるのかってことは、この動きを見ながら判断するしかないかなってところです。え、その中で、え、今日はね、サイドテクニカル、サイドバイということで方針を持っておこうと思います。まあここはですね、基本に忠実、ロスカットを受けるまでトレンドに乗っていこうかなってところですね。 そろそろこのトレンド終わるから逆張りしようかみたいな勝手なタイミングを作らないってことになりますとりあえずね下落に向かう根拠って何もないんですよね今のところはいあただね介入を警戒する投資家も出てきたっていう情報が入ってきましたねこれはオリガルヒの皆様には前回の深夜の3時の更新でお話したと思いますけどもねはいそれでねここに大きなヒゲが出てますそうなんですよこれだからねえっとちょうどね深夜24時ぐらいですか 日を跨いだあたたりででこれが出たんですよしかもこれ15分の間に上下がバクンときたんですよね下に下がって上に戻るみたいなねこれはちょっと特定の投資家さんの巨大資金の出し入れのような気がするんですけどもその辺はね全くソースがないんで分かりませんただ減少だけが分かってるってことですただこれによって相場が一旦ちょっとね壊れて、えー、またですね152円に向かうその道筋ができたかなと思っております1時間を見ていきましょう えというのがね152円直前151円の950あたりで抵抗があるんじゃないかなっていうふうに多くの投資家さんが警戒してそのあたりでこれが起きてるんですよ。ということはもう一回この抵抗までは上昇がありえるんではないかなと思って前回のオリガリーの放送で申し上げましてそこで倍の方針を固めたんですけどもそこからね、あのー、2つ連続で上昇の方に向かっていってもうすでに151円の670でしょ。 昨日が700とか800のあたりまで行きましたんで、もうすでに伸び始めて、その効果が出てるってうところなんですよ。まあですんで、エントリーするならもう今しかないっていうところかなと思います。で、この幅をなんとか狙っていきたいかなっていうのが今日のね、方針ですね。で、今日の深夜には材料がありますので、そこでもう一回ご破産になって、また明日から新しいマーケット、水木金っていうのを作っていくことになるかなと思いますね。今日はそのどこかな はい。ということなんで、サイドテクニカル、サイドバイという方針変わらずということでございます。それにしても昨夜何があったんでしょうね。あの、原因は分からずに現象だけ見えてるってことなんですけどもね。はい。それでは今日もテクニカルで頑張っていきましょう。ロスカットを食らうまで、今日152円に達するつもりでいった方がいいでしょうね。で、そうならない場合は、もうそこで、えー、相場の方エントリーを控えてですね、えー、明日からの新しいマーケットに、えー、心を整えておきたいというところでございます。